はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは、すでにシティビューズロンドンのシリーズで1オンスの銀貨、2オンスの銀貨については鑑定の方の結果を公表しておりますが、これに続きまして、5オンスの銀貨についてもこちら公表したいと思います。やっぱり大きいですよ。はい、これ5オンスのロンドンの景観ですね、描かれたコインになります。こちらなかなか迫力がありますよね。さすが5オンスだなという感じがいたしますね。で、こちらなんですけども、10ポンド銀貨の5オンスになるわけなんですが、枚数がね、256枚かな、マックスで。256枚が最大で発行されております。で、結果ですが、じゃじゃじゃんということで、ファーストデイオブイシュー TF70 ウルトラカメオとなっております。1オンス、2オンスに続きね、この5オンスも PF70FDI がついたものを入手することができました。よかったです。で、こちらやっぱり発行枚数少ないというのもありますし、大きくなればなるほど表面が大きくなりますから、当然グレーディングのその評価っていうのもなかなか70がつきにくいというところがあるわけなんですけども、これ実際ですね、評価どんな感じになってるかというと、ここ見ていただいて分かる通り、実はまだ2022年6月の段階では FDI のものだけしか載っておりませんが、NGC において20枚鑑定出されておりまして、意外にも半分ぐらい、55% が70で、残りの9枚 45% が69となっておりますから、意外に5オンスについては70がつきにくいといった状況がここからわかりますよね。逆に言えば、私がこの持っている5オンスのロンドンの景観のものに関しては、11枚しかないと。FDI70 がね。っていうふうにも言えるわけですから、まあ、ある意味世界で11枚しかないと言えるわけです、これね。やっぱり1オンス、2オンス、5オンス見ていただくとわかるんですけどね。まあ、どれも素晴らしいと思うんですけど、あとは好みですね。大きいのがいいっていう方もいれば、いやいや、小ぶりだけど、ね、スラブに入ってる方がいいっていう方もいるでしょうし、まあ、迫力がある方がいいっていう人もいるだろうしね。いろんなケースあると思いますのでね。これもね、ぜひ堪能していただければなというふうに思いますね。はい、今回はシティビューズ2022年に発売されました都市景観のロンドンですね、第1弾の、5オンスについてご紹介しました。すべて FDI で70評価になったことは大変喜ばしいことだし、今後いろいろシリーズ出ると思いますからね、それもコツコツ集めて、収集していきたいと思っております。ぜひね、今後も楽しみにしていてください。